それでは上京を開始いたします。現在日本国内では数週間前から正体不明の武装集団のテロにより国内で多数の負傷者が出ています。観客席から向かって左奥では自衛隊による式典が行われています。多数の自衛官が VIP を出迎えるため整列しています。こちら報道です。現地より中継します。まもなく VIP が式典会場に到着するという情報が入ってきました。左手より自衛隊の VIP を乗せた車列が入ってきました。おそらく後尾の黒色の車両に乗っていると思われます。警護の隊員の姿も確認できます。まもなく到着する模様です。大変です。大きな爆発音です。煙が上がっています。車列にロケット弾が撃ち込まれました。煙が上がっています。車列にロケット弾が撃ち込まれました。車両から警護の隊員が出てきて周辺を確認しているようです。VIP はこちらようです。機械解除、パニック状態です。武装集団が銃を乱射しています。機械解除、パニック状態です。武装集団が銃を乱射しています。激しい銃撃戦が始まりました。激しい銃撃戦が始まりました。あ、通行に乗されました。倒れ込んでいます。ここからでも出血が確認できます。武装した周りの自衛官も射撃を受けています。武装集団が射撃に接近していきます。黒いベストで銃を持っています。隊形を組んで前進していることから組織的な集団と思われます。武装集団に VIP の車両が取り囲まれました。大変です。 VIP が車から拉致されました。周りに対処できるものはいません。武装集団は VIP を拉致して逃走していきます。あ、速報が入りました。まもなく7連隊の緊急対応部隊が現場に到着するとのことです。左手から投稿者が侵入してきました。緊急対応部隊と思われます。戦隊隊が隊形を制しました。武装集団は対応部隊の隊形により逃走できない模様です。対応部隊が少しずつ車両を前進させ、武装集団に突入しています。ものすごい対策にもかかわらず武装集団は攻撃する様子はありません。
現実力はありません。
しました。一気に展開して速やかに攻撃を実施しています。レンジャーは空洞ペンギン3分間に任務を終え、隊員たちが急速に離脱します。